皆さんこんにちは。元お笑いトリオジャングルポケットの斉藤慎二さん、ジャンポケ斉藤の性加害の被害者が23歳ネオと判明された真相、ジップ来てるね。リポーターを務めるインフルエンサーのロケバスで行った見返り高校がヤバいについて紹介します。インフルエンサーのネオが9日 X を更新。お笑いトリオジャングルポケット斉藤慎二が20代女性インフルエンサーへの不同意性交などの疑いで7日に警視庁に書類送検された件について言及。自身が被害者とする一部ネット上のデマを完全否定した。発信するか迷ったのですが、応援していただいている方々にはっきりと伝えることが大切だと思ったので投稿しますと書き出した長文をアップ。続けて、ここ数日とある暴行事件の被害者がネオなんじゃないかという DM やツイートなどをたくさんいただいています。事実無根、警察に相談していることもありませんと告白した。さらに、ご心配いただいた皆様ありがとうございます。ネットにも誤った情報が出回っているようですが、全くのデマですとした上で、惑わされないでください。事実ではないことでより多くの人を巻き込んでしまいます。正しい情報が正しく伝わるよう願っていますと訴えかけたネオの投稿に対し、絶対ないって分かってるけど伝えてくれてさらに安心だよ。これはちゃんと言うべきことだと思うから正しいし、勇気ある行動だと思うよ。本当に偉いよ、ネオちゃん。ネオちゃんきちんと発信してくれてありがとう。安心しました。などと書き込まれていた。ネオは日本テレビ系ジップの来てるね、リポーターを担当。インスタグラムは現在582万人、 X は527万人のフォロワーがいる。お笑いトリオジャングルポケットの斉藤慎二が7日不同意性交などの疑いで警視庁に書類送検された。捜査関係者への取材で分かった。7月にロケバス内で20代女性に性的行を加えたとされる。これを受け、所属する吉本興業は契約を解除した。一方、斉藤は不同意だったことを周囲に否定している。妻でタレントの瀬戸沙織も不同意ではないとする趣旨のコメントを発表。今後の検察の判断が待たれる。容疑は7月東京都新宿区に泊まっていたロケバスの中で女性に性的行を加えた疑い。当時車内で女性と2人きりだった。暴行内容の詳細は明らかになっていない。この日はテレビ番組のロケで仕事中、本誌の取材によると高校生コーデ白昼の常時だった。捜査関係者によると、斉藤は軽率な行為で相手や自分の家族に迷惑をかけ反省していると話している。女性は警視庁に被害届を提出、捜査が進められてきた。許すことは絶対にできませんと話している。今後は検察が斉藤を起訴するかどうかを判断する。不同意性交罪の法定刑は5年以上の拘禁刑、起訴有罪となれば実刑となる見込みだ。所属事務所の吉本興業は午後3時に斉藤との契約解除を発表。事実上の解雇となった。斉藤に対する重大な契約違反の疑いについて弁護士の助言等を受けつつ、慎重に事実確認を含めた対応を行ってきたとし、本人と協議の上で解除に至ったとした。ただ本誌の取材では、斉藤はトラブル発生時から一貫して不同意の点は周囲に否定してきた。弁護士を立て同意があったと主張している。妻の瀬戸も不同意ではないとする趣旨のコメントを SNS に掲載した。相手の方からも好意があり、 SNS をフォローしたり連絡先を交換していたことは事実と明かした。さらに弁護士から聞いた話として、ロケバスの中のドライブレコーダーおよびカメラの解析を警察の方に求めていました。一方的な行為ではなかったことを伝えている状況でしたと説明した。密室のバス内で起きた出来事で確固たる証拠がある可能性は低い。検察が起訴できるかどうかが焦点となる。仮に起訴された場合、法廷でどのように犯行を立証していくのかも注目される。斉藤をめぐっては、先月20日に吉本興業が活動休止を発表。斉藤が入院するなどの体調不良を理由に本人からの申し入れを受け、当面の活動を休止するとしていた。8月からレギュラー番組を休み、9月下旬に出演する全番組の降板も決定。
SNS では心配の声も多くあったが、大きなトラブルを抱えていた。斉藤は昨年2度の不倫騒動を起こしており、今回が3度目の女性問題によるトラブル妻子あるみで、事件の行方に関わらずイメージは失墜。放送関係者は芸能活動の継続について厳しいと言わざるを得ませんと語る。わーいの一言で笑いを取れる芸人がタレント生命の危機を迎えた。一連の事件で斉藤はなぜロケバス内で行為に及んだかに関心が寄せられている。妻でタレントの瀬戸沙織と共に4歳長男を育てる芸人パパには記号裏の顔記号があった。本人を知る吉本関係者の話、斉藤さんは非常に子煩悩で知られます。長男は早産で1000グラムちょっとの極低出生体重児、当時は非常に心配したそうです。瀬戸さんが妊娠中、体調を崩してできなかった家事を彼女に一から教わってマスターし、長男の誕生後も家事育児をこなしていました。ジャンポケ時代は鳥を切っての売れっ子だったけど、仕事が終われば長男の就寝時間前に直帰していたんです。これが吉本芸人や吉本関係者でもおなじみの素顔だ。10月7日 NHK に報じられたジャングルポケットの斉藤真嗣の性的業容疑、発端となったのは今年7月に起こったロケバス内での出来事だった。当時の状況についてテレビ局関係者はこう話す。事件が起こったのは関西のあるテレビ局による番組ロケの最中だったそう。被害に遭った女性の A 子さんは20代のタレント兼インフルエンサーと聞いています。ロケ後女性が番組側に申告し、内容を把握、収録会はお蔵入りになったそうです。一方斉藤の妻であるタレントの瀬戸沙織は今回の報道について自身の SNS で、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけして申し訳ございませんとしながらも、今回の事態について、性的業と報道されておりますが、一部事実と違う報道がされております。事実関係としましては、相手の方からも好意があり SNS をフォローしたり連絡先を交換していたことは事実で、こちらとしましてはロケバスの中のドライブレコーダー及びカメラの解析を警察の方に求めていました。一方的な行為ではなかったことを伝えている状況でしたと、あくまでも今回の報じられた容疑との認識の違いを説明、当事者同士での事実内容について相違がある点について言及している。一体現場で何が起こっていたのか、鍵を握るのは密室となっていたロケバス内、当時の状況について知る関係者はこう話す。斉藤サイドは発覚当初から行為はあったものの同意の上だったと説明していました。斉藤側が主張していた内容としては、ロケ当日 A 子さんと一緒になり、バスの中で二人っきりになるタイミングがあった。そこで A 子さんの方から斉藤に声をかけ、しばらく談笑したといいます。バスの中で話をしているうちにいい雰囲気となり、その場でキスや体を密着させるなどのスキンシップを取り、徐々に斉藤もその気になっていた。 A 子さんとはお互いに SNS でフォローをしたり連絡先も交換したそうです。今回斉藤が持たれた容疑は不同意性交不同意わいせつと呼ばれる罪状だが、その点についても双方で食い違いが生まれているという。斉藤サイドの話では、そうやって盛り上がっていくうちに A 子が斉藤の性器を口に含んだ、ただいつ人が来るかもわからない状況なので短い時間だったと聞いています。挿入はしておらず異性にも至っていないとのことでした。警察の事情聴取の際にも斉藤は不同意ではなかったと説明したとも聞いています。もちろんこれは斉藤サイドの一方的な主張なので真偽は不明ですが、つくかなからず彼は女性との行為は同意のもとだったという認識だったのは間違いない。だからこそ入院の最中での会社の事情聴取後もひどく取り乱していた。さらに現在の状況についてはこう説明する。本人は憔悴しきっていて、まともに会話すら成り立たない状態、芸人を引退するのかどうかなど今後について話をできる状態ではない。とはいえ彼が妻や子供がいる身で不貞を働いたというのは疑いようのない事実。その点については奥さんの言う通り弁解の余地はない。一方で認識が違うと思っているのであれば、それを説明するのも今回の事態を招いた本人の責任でもある。
被害女性と斉藤側で主張に相違を見せる今回の事件、今後本人の口から語られることはあるのだろうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。